はい、皆様こんにちは。今日はですね、この100円ショップで見つけてきました、こちらのミルクスライム、こちらのレビューをしていきたいと思います。蓋を開けるとドロドロベタベタ、ミルクみたいなスライムだよと。どんなスライムなんでしょうね。では開けてみましょう。はい、こちらになります。はい、では入れ物の全体を見てみましょう。かわいい哺乳瓶ですね。これは飲み物ではありませんので飲まないでください。はい、飲まないでくださいね。はい、ではですね、中身を見てみましょう。開けてみます。はい、中はこんなような感じですね。あ、なんか今にも垂れてきそうな勢いです。ではこれを垂らしてみましょう。お、すごい柔らかそうですね。この絵を見てみてください。本当のミルクみたいです。どう？柔らかいですね。少し冷たいです。お、どんどん出てきます。はい、このような感じですね。じゃあちょっといじってみましょう。はい、あー、柔らかそう。本当にぐにゃぐにゃですね、うん、まるでミルクをいじってるようなそんな感じがします。はい、このようにですね、とってもトロトロなスライムですね。トロトロしてます。どんどん流れてきます。遊び終わったらケースにまたしまっておきましょうね。はい、今日紹介いたしましたこちらのミルクスライム、いかがでしたでしょうか。皆様も100円ショップで見かけたらぜひ試してみてください。それでは今日も見てくれてありがとうございます。ではまたねー。バイバーイ、さよなら。次の動画でお会いしましょう。